ダムが完成しておよそ18年が経過したが、依然国内他に類を見ないほど立ち木が多いフィールド。ウォッシャークローラーふかふかを軸に FG ダディをセットしたフラチャットでチェックを重ねた田辺、田代方面最上流へと達した。 7.29、 いや全然水温高くないや、上流なのに。いい濁りが入ってんね、ここ。頼むよ、ここで釣らして。 1.7、 もうだいぶ浅いんだけど。まさにエンドだ、ここでもういけない。でもな、ここがエンドってことは、魚は、行きたい魚たちはここにカバーはないけどいるってことかな。ちゃんとアプローチできないね。ちょっとジグ入れてみようか。何にもないんだけどね、一応やってみよう。何にもないからスルーしそうなんだけど、俺的には絶対良さそうに思えるから、今日初のスローダウンを入れてみます。水深がねそこそこあるんで追いつかないっていうか、ここで4メーターでしょ。ビッグエスケープツインをセットしたガンタージグへとシフト。暖かい雨、そして濁り水と流れが鍵となる赤ガエルパターン。あいにくこの日条件は揃っていない。しかし中流域よりも濁り傾向にあり、水温が上昇しやすい上流域、ビッグフィッシュが刺しているかを確認していく。この濁りの中でね、落ちパクしたら面白いんだけどね。そんな甘くないか。なやら、よし、もう一本の最上流の方を向かおうか。笹川筋のこっちはなんか良さそうなんだけど、このあの途中のクリアなあの状態とカエルが鳴いてない中を一生懸命やる気に、この北風ともう全てでちょっと自信ないから、一旦あのフレッシュな行ったことないとこ行ってみて、またきっかけをつかみましょう。ロコアングラーでさえほぼノーバイトという2019年2月の千葉県片倉ダム。無論田辺も覚悟の上、ビッグフィッシュのみに照準を絞りキープキャスティング。笹川上流へと到達した。ルアーは FG ダディをセットしたフラチャット。いい感じで攻めてんだけどな。っていうか水の色が良くなってきたよ、濁ってきて。こっちだな、頑張る頑張るとこ。 7.49、 7.5 度、まあ別に高くはないけど、ここで 3m だからそんなに上はないよね。でもまあまあ行ってみよう。でも捉えやすいところには来てるから、なんかやっと落ち着いてゲームできる感じ。これ水の色とゴミの感じ、
まあ上流で水深はないから魚入ってなきゃ釣れないと思うけど、入ってりゃ釣れるんじゃん。ウェイトチューンしたクランクベイトへとシフト。朝の笹川中流域で鳴き声を聞いた以降、気配は皆無だが、赤ガエルを意識したバスの反応を見ていく。カエル食いの DNA を残したバスたちに猛アピール。カエルだよ。カエルが泳いで、まあまあ激しく泳いでるみたいな。いい濁ってきたよ。水温 7.94 上がってきた。さすがにやっぱこの一番浅いとこ入ってきていいぞ。これ魚入ってるや食う。一発でも出れやね、このエリアでいいんだとか、こんな感じでいいんだとか、いろんなことができるんだけど、一発も出ない。っていうことで、ここまでですね、どう見てもね。まあいいや、ちょっと降りるときに違うルアーでやっていくわ。すごいいいとこに入れたと思ったのに、この濁りもあって水温も上がってね、エンド絶対釣れちゃうと思ったら釣れない。ここで釣れなきゃ俺には釣れないって思えるぐらいにまで釣れない。でもちょっとこのエリア戻りながらシャローロールで、なんでかっていうと、もう全然趣向を変えてみる。このブレードのきらめきとかなんか違うことには反応するかもしれない。やってみる。だこの水が食わない、汚い、この水がすげえ嫌で食わないのか、いやいるんだけどちょっとルアーが違いますから嫌ですって言ったのか、その辺を多分このスピナーベイトが明確にしてくれるはず。まあほら見た目でさ全然わかんないじゃない、あの正直ベイトが跳ねるわけでもないし、だからね、入ってんだか入ってないんだかもう分かんないんだけど、バスが。でもやっぱり分かんなくなった時はスピナーベイト引いてみれば、なんとなくその中でもやる気のある個体が食ったりするんで、ただね、すごいこの今上流来てこの水温が上がっちょっと上がって濁りも入ってで釣れそうだなっていう雰囲気を醸し出してんだけど、すごいやっぱり気になってんのはベイト系が何もないってことだよ。普通今の時期こういうちょっとあったかい上流とか入ってくるとすごいフライみたいな小ベイトとかいたりするのよ、オイカの子供みたいな感じで。まさに亀山なんかそういう状態だから、そうすると可能性がどんどん高まる。でも何にも見えないんだよねさっきから。でたまにポチョンってやったら全部あぶくだし、鯉がフラフラするぐらいがいいとこで、他の生命体が今んとこ全然見えてない。だからもしかしたら相当ダメなのかもしれないっていう気にもなる。笹川最上流より折り返し下流方向へとクリスタル S シャローロールで流していった。うわ一気に状況が変わるね。こっからさっきも風強かったけど、さっきのエリアでやんないとダメだと思う俺。今日はいいわ、そこで心中するわ。これだって他に良さ全然多分ダメだと思う。あのちょっとでも濁った中で勝負していかないと多分釣れないと思う。
再び笹川上流方向へと戻る田辺。次なるゲームはレイダウンミノー 110JP。 全然違うゲーム。なんていうの、止めるっていう、水中で止めるっていう、水面で止めちゃう。エリアはやっぱり濁りが少し入ってるエリアでやる。釣れなかったけどもう一回やる。釣れるとしたらこの辺が一番、なんかやっぱこの辺なんだよな俺の思う。真ん中でもね、本当は岸で釣りたいんだけどでも 3,4 メーターに今 2.3 だけど、そんくらいの水深のとこですよ、の上の方。極めて真っ当な釣り、冬の釣り、低活性の。今もう赤ガエルから離れて、冬のバスのシャロー。よっ、やった、釣ったぜ、釣ったぜ、釣ったぜいやあ、釣ったぜ。これはすごいわ。自分でも最高ですよこれ。釣りましたよ、ジャックベイト。40アップ、余裕の43しかな。痩せてるけどちょっと。こんなバス、カタクラ。2月に2本しか釣れてないのに40アップ釣りましたよ。いやもう戻ったんだよ、この水域だって俺思ってたから、はあ、正解。それでルアー変えてって、やっぱりもう本当にこれ110の JP だけど、こういう止められるルアー、今だって最後止めてて戻ってきちゃう、もうこの辺で、はあ、やった。ああ嬉しいです。もうなんかね、感無量な感じ俺の中では。もう巨大じゃないよ確かに、でもねお腹も膨れてるし全然ジャークベイトでした。いろいろやった挙句、こうさっきもスピナーベイトとか引いてったとこだからね。イエイ。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。